プログレス M-28M はロシア連邦宇宙局が2015年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA や JAXA ではプログレス60や 60P とも称される。前回打ち上げとなったプログレス M-27M は打ち上げに失敗しており、スペース XCRS-7 の打ち上げ。 失敗後まもない2015年7月3日に打ち上げられた。28機目のプログレス M 改良型の打ち上げであり、シリアル番号は428であった。M-28M は2015年7月3日4時55分にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズ U で打ち上げられた。2015年7月5日7時11分に ISS のピアースにドッキングした。 4月28日の M-27M、6月28日の CRS-7 の打ち上げ失敗によって、補給船の ISS 到着は3ヶ月ぶりであり、ISS に滞在する、ゲンナジー・パダルカは、7月に、クリスマスがやってきたみたいだと述べている。ドッキング後は、搭載物資が降ろされ、不要品が詰められた。2015年12月19日7時35分には、 ステーションとのドッキングを解除して ISS から離脱している。M-28M は 2381kg の貨物と補給品を搭載していた。520kg の燃料、48kg の酸素混合機体、420kg の水、第44次長期滞在のクルー向けの 1393kg の予備部品や補給品。 実験機材などを搭載していた。ドッキング期間はおおよそ4ヶ月間の予定であった。ありがとうございます。